航空機の離着陸方法。この記事では、離着陸方式に基づいた、航空機の分類と、各分類の離着陸のありさまについて解説する。垂直離着陸機、機、バーティコルテイコフアンドランディング、ビトール機は、ヘリコプターと同じように垂直に離着陸できる、飛行機のことである。なお、飛行船やヘリコプターを含む回転翼機は、ビトール機とは言わない。なお、実際には、 ほとんどの機体が、後述する短距離離陸垂直着陸機、ストブル機として運用される。機体が最初から車輪を許さないなどの特別な事情でもなければ、離陸は滑走した方が、燃料、蛍光重量の面で有利であることは当然であり、高知高温時の離陸重量減少を補う目的で、ヘリコプターですらこうした離陸方法をとっている。ストブル機として運用できない。 V トール機は少なく、旧ソ連の約マイナス38などがある。一方で、膠着装置の強度が垂直離着陸を前提として設計されているため、着陸時の滑走は不可能である。そのため V トール機を後述する短距離離着陸機、S トール機として運用することは不可能である。短距離離陸垂直着陸機、機、ショートテイッコフ、バーティコルランディング。 ストーブル機は短い距離で離陸でき、かつヘリコプターと同じように垂直に着陸できる飛行機を指す。通常、ストーブル機は垂直離陸機能を持っているが、実際に垂直離陸での運用を行うと、ペイロードが大幅に減少してしまう上、垂直離陸には多量の燃料を消費するため、離陸時には短距離の滑走を行い、着陸時は垂直着陸を行う。 ストブル機は平面な空母艦班からでも発進可能で実際にイギリス海軍がインビンシブル級航空母艦を収益させた当初は艦班は平面であったしかしその後の研究で離陸時の滑走にスキージャンプ台を用いることでさらにペイロードや燃料消費の面で有利であることが確認されたためインビンシブル級にはスキージャンプ台が後付けさ その後各国が、ストブル機を関西機として運用する、軽空母にもほとんどにスキージャンプ台が設けられている。ただしスキージャンプ台そのものは、ストブル機と不可分なものではなく、単に採用例が多いというだけの話であり、クタール機の罹患にも有用であり、ジャンプ台を用いて、クタール機を罹患させると、工述する短距離離陸高速着艦機、ストバー機となる。 ロシア海軍のアドミラルクズネッツオフに採用されている。しかし、アメリカ海軍の強襲用陸艦は、艦載機として、ハリアー E を使用しているが、スキージャンプ台は設置していない。このストブル機運用における、スキージャンプ台の有用性の確認が、後のストバー運用の確立につながったと言える。なお、前述の V トール機とは別個の機体として、ストブル機が存在するわけではなく、 単なる離陸時の運用方法での相違である。例外としては先に出している約マイナス38があり、短距離離着陸性能を有しておらず、V トール機ではあるが、ストブル機ではない。ただしエンジンを強化した約マイナス 38M では、短距離離陸性能が付加されており、すべてに該当する機体となった。短距離離着陸機、機、ショートテイコフランディング、S トルは、 通常の航空機に比べ短い距離で離着陸できるもののこと、高揚力フラップやスラストリバーサなどを使うことによって短い距離での離着陸を可能にしている。スウェーデンの軍用機は運用方針、緊急時は高速道路を代替滑走路として使用するから、この性能を重要視している。エストール機と工術する通常の離着陸性能の航空機、 クタール機との間の区分は曖昧であり、具体的に滑走距離が何メートル以下ならエストール機に分類されるという定義は存在しない。現実問題としては、短い距離での離着陸を意識して設計され、その設計意図を性能面で達成した固定翼機をエストール機と呼ぶ場合が多い。垂直、短距離離着陸機、機、バーティコル、ショートテイコフアンドランディング、ビ、 S エストール機は V トール機と S トール機の両方を指すために使われる言葉である。短距離、垂直離着陸機、S、V トール機、ショート、バーティコルテイコフアンドランディング、S ビトール機とも呼ばれる。一般に V トール、垂直離着陸が可能な機体は、当然 S トール、短距離離着陸が可能とされたため、過去の文献の多くでは、V トール機は、あえて V、 エストールキと書かれたことが多かった。しかしながら、実際には、V トールキは、上述の通り着陸時の滑走が不可能で、短距離離陸は可能だが、着陸は不可能である。したがって、V トールキとエストールキを総称して呼ぶ場合はともかく、個々の V トールキを V、エストールキとして記述するのは正確ではない。より正確な用語として、最近では、ストブルキと呼ばれている。 通常離着陸機、機、コンベンショナルテイコフランディング、C トール機は、通常の離着陸性能の航空機のこと、V トール機や S トール機との対比の意味で使われることが多い。また、カタパルトを用いていだされる、環状機モクタール機と呼ばれることがある。カッタバー機、カタパルトアシステッドテイコフバットレステッドリカバリー、キャトーバー機は、 航空母艦の離着艦において離艦にカタパルトを用い、短距離で離陸し、かつ着艦にアレスティングフックを用いることで短距離で機体を停止させる航空機を言う。カッタバーとは、艦上機の発着方法を表す英語、カタパルトアシステッドテイクオフバットレステッドリカバリーのアクロニムで、あえて日本語分けするならば、カタパルト補助離陸高速着艦というほどの味である。 ただしこれは今のところ定約と呼べるものではないので注意が必要である。カッタバーと工実する短距離離陸高速着艦機、ストバーは発艦方式が異なるだけで使用できる機体は基本的には同じである。離艦にスキージャンプを用いるストバーと比較してカッタバーは最大離陸重量を大きく取れることで搭載できる、並走が多くなるというメリットがある反面。 カタパルトを運用するにあたって大きなコストがかかるというデメリットもある。雑誌やライターなどによってはこのような環状機がクタール機と呼ばれることもある。短距離離陸高速着艦機、ストーバー機、ショートテイコフバットレステッドリカバリー、ストーバー機は主に航空母艦の離着艦において短い距離で離陸させ、かつ着艦にアレスティングフックを用いることで短距離で、 機体を停止させる航空機を言う。この時、離陸にカタパルトを用いる場合は、クタール機、もしくはカッタバー機として扱われるため、技術的もしくは財政的な制約などによって、カタパルトを導入できなかった国が、スキージャンプ甲板を用いて運用する場合に、この故障が使われる場合が多い。ストバーに用いられる機体は、クタール機に主脚の強化や、 主翼の折りたたみ機構を設けるなどの改造を施したものが多いが、基本的に、クタール機やカッタバー機と同じ構造のものが用いられる。大型の機体をカタパルトを使わず、航空母艦で運用できるという利点があるが、カタパルトを利用する場合と比べて、離陸重量の制約が厳しく、また元々の機体重量が、ストブル機などと比べて重い場合多いことから、 運用できる兵器の制限が大きいという欠点がある。現在では、ロシア海軍におけるアドミラルクズネツオフ、中国人民解放軍海軍におけるリョーネイ,インド海軍におけるビクラマディティア及びビクラントにおいてこの方式が取れている。実験機、特別攻撃機、規制戦闘機、無人機、空中発射型ミサイルなどで見られる。グライダーなどで見られる。 地上設置型の牽引機や、自動車や、飛行機で牽引する。ラトジャと参照。地上発射型ミサイル、環状発射型ミサイル、水中発射型ミサイル、地上発射ロケット、水上発射型ロケットなども、類似の技術。実験機、特別攻撃機の実験段階、グライダー、無人機、一部のヘリコプターなどで常用する。式着装置や、 空中発進や垂直離陸機などが多い。小型の無人機などで見られる。飛行船で見られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。